ヨハンセングループとは、第二次世界大戦末期の日本で活動していた、吉田茂を中心とする戦争集結工作グループ。1945年4月に憲兵隊により検挙、逮捕された。ヨハンセンとは、彼らを監視していた、軍部、憲兵隊当局の不調で、このグループの中心と目された、吉田茂を意味し、吉田ハンセンの略とされる。このグループは、 趣旨、参加者などが明確な組織として存在していたわけではなく、それゆえ範囲も曖昧である。外務省退官以降老老の身であった吉田茂は九百四十一年十二月の日米海戦以前から新英米派として海戦の回避を図り、海戦後も学府の牧野信明や元首相の高原こと、この絵踏みまろ、外務次官時代の上司のシーザーこと、 シデハラ・キや、ハリスこと、鳩山一郎らと連絡を取り、河山愛介、原田熊浦と共に、東条内閣の当格運動や、戦争の早期終結を目指す工作を進めていた。しかし、当然このような動きは、陸軍当局、憲兵隊からは、反軍部工作とみなされ、ヨハンセングループという故障で、牧野、このエラと共に、厳重な監視を受けていた。 1945年に入り、敗色農厚となった選挙区を有料した昭和天皇が首相経験者の重心を次々に散大させるようになると、吉田はこの絵踏み丸の散大を通じて天皇を戦争終結の方向に動かそうと考え、2月12日散大のため上京したこの絵との協議の上、いわゆるこの絵上層文を作成した。当時、 吉田及びこの絵は陸軍を真相とみなしていたため、上層軍はこれ以上の軍部独裁と戦争が続くならば、日本が共産主義化するであろうと予測し、国体護持のため一刻も早い軍部勢力一層と戦争の終結を天皇に訴えるものであった。この絵は2月14日三大して天皇に拝謁しこの上層を行ったが、その前日13日、 吉田に上層文の総行を示し、牧野信明に内容を知らせるため、写しを取るよう指示していた。しかしこの、写しの存在は戦術のスパイにより陸軍及び憲兵隊当局に筒抜けになっており、4月15日、東部憲兵隊司令部は、この江上層文の内容ルフ及び陸軍当局の石化中傷などをもって、陸軍警報第99条違反とみなし、 吉田を逮捕、同時に、この絵の秘書である、上田俊吉とジャーナリストの、岩子と岩渕達夫も逮捕され、この絵、原田らも取り調べを受けた。大谷慶次郎憲兵隊司令官は、吉田らに続いて、原田、河山、小畑敏志郎さらには、この絵、牧野の逮捕も狙っていたとされるが、実際には、吉田らの逮捕を通じた、体制内、 反戦平和派への洞括に止まると見られている。したがって、増言被護罪による吉田らの立件はかなり無理があった。ため、結局のところ憲兵隊は、吉田ら三名の容疑を立証することができず、5月2日、阿南コレチカ陸将の裁断により吉田は、不起訴処分となった。彼は、その後5月25日の空襲で、代々木の陸軍刑務所が焼けたため、仮の陸軍刑務所となった。 薬も小学校に5日ほど収監された後、釈放された。吉田茂は、法典総領自在人時代に、万網分離など対中国強行策を唱えるなど、必ずしも反戦的外交官ではなかったにもかかわらず、第二次世界大戦後、GHQ から恩恵派政治家として高く評価されていたのは、開戦以前の中日アメリカ大使グループの進行のか。 ヨハンセングループ事件による逮捕が大きく作用していたと言われる。なお、ヨハンセングループによる抽選工作の具体化は、この絵上総文作成への関与に止まっているのであり、戦後、吉田の反軍部的側面を強調する吉田支持者と吉田らが米英と密通していたとする批判者の双方によって、その活動が実態よりも過度に誇張されている面も否定できない。 当局による暗号名、以下同じ。陸軍の兵務局と軍務局で逮捕する案を出したが、小磯内閣の杉山元陸軍大臣は署名しなかった。小磯内閣が退陣して鈴木貫太郎内閣になって、阿南コレチカ陸軍大臣が署名したという。細野藤彦の漫画作品、闇のラッパでは、 敗戦直後の日本を舞台に、主人公のスパイ、キリ35に指令を下す人物として、ヨハンセンが登場する。ありがとうございます。